今週も始まりました、ザ・レスポンスポッドキャスト、ナビゲーターの山田です。はい、西野です。よろしくお願いします。どうしたんですか？ナビゲーター同士が喋るとどっちが自己紹介するのかって悩みません？大体ね、僕らが一緒にやると大体どっちがこう仕切るんだみたいなのがあってぐたぐたになるというそのパターン結構ありますけど、結構ありますけど、はい、今日は僕がいろいろ西野さんのネタがハードルが上がる。毎回よく中谷さん使うんですけど、中谷さん、くすんださん今日ネタがあるそうでって言って困るのがよく分かって、ナビゲーターのこのね、あのとしての引き出しのなさがエグいです。高いハードルを設定するというそういうパターンしかないと。そうということで、はい、西野でも結構最近あのなんですか、オフィスにいないっていうのはいつものことですけど、はい、セミナーをめっちゃやってたじゃないですか。はい、でその時になんかお客さんといろいろ喋って、はい、まあ、どうでしたか、こう、なんていうんですか、僕は最近もセミナーとか全然全く1年ぐらいやってないんじゃないかっていう感じなんですけど、どうですか？あ、そうですね、はい、今回多分そうな、まあ、まあ今月多分もう2回ぐらいはセミナーしてて、でまあちょっと違う場所でお客さんとかクライアントさんに会った会社で行ったら多分まあ、毎週ほぼ毎週誰かと会ってたみたいなね。それも20、30人とかとかも参加者の方は会ってますし、会ってますし、ね、まあ、これ結構行ったなと思ってて、まあ、オフィスに行かないのはいつのことなんですけど、はい、お客さんに会ったのも今月、まあ、先月含めてなんですけど結構多かったな。で今回いつもと、まあ、ちょっと違うっていうところで言うと、僕結構そのセールスライティングのセミナーがメインで、今までは、今回、まあ、ちょっともう少し大きいところでインターネットマーケティングの話させていただいて、うん、それがすごい好評でした。ほうほう、まあ、多分5いつも感想用紙で、ね、5段階やるじゃないですか、はい、多分 4.5 後半7とかもらえて、まあ、僕としては結構、まあ、これからのトレンドを含めて話をさせていただいて、まあ、どうかなってところあったんですよ。トレンド、はいはい、トレンド、どうかなこれ、まあ分かってくれるのか、あとその伝わるのか、伝わるかな、価値感じてくれるかなって、一般的にちょっとこれは分かりづらいとは思ってたんですよ。ほうほう、でもそれが結構すごい良かったっていうことで、それはすごい良かったなと。じゃあ一番こう、その聞いてて良かったっていうあるところ、多いところっていうのをここで今の振りで言ったらそうなんじゃない、そうなのかなっていう、なんかこう、ここは一つ何でしょうかっていうのが何かありますか？今じゃあ、山田さんにお聞きしたいんですけど、はいはい、またこれも考えていただきたいんですけど、はい、ウェブサイトの数ってインターネット上でどれくらいかしてますか？まあすごく、どんなもんでしょうね。すごい多いでしょうよね、はい、10億とかですか？ちょっと分かんない。あ、10億。じゃあウェブページは、あ、ウェブサイトとウェブページはどう違うんですか？全体のドメイン1個の中心のドメインのやつが、それで言ったら、そうだとしたら、ザ・レスポンスは記事結構たくさんあるじゃん、まあ、はい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 、そしたら、ウェブサイトで換算すると、それ1なんですね。ですね。ページだと、もっとする。そのブログの数だけあるみたいな。ああ、どうなんでしょうね。ウェブページですか。はい。もうでも、天文学的な数字になりそうですね。はい。で、わかんないですけど、1兆とか。ああ、全部当たってます、それ。マジで全部当てられたみたいな。これはなかなか最悪ですね。ウェブサイトで 1億やったらちょっと少ないから10億しようかみたいなぐらいの感じだったんですけど、1兆ぐらいってくれるかなと思ったんですよ、ページだったら。なるほど。でもおっしゃる通りで、当たったという、ウェブサイトは1億サイト でウェブページはちょっとうろ覚えなんですけど、2013年時点で1兆ページ。あ、じゃあもっと増えてますね。結構2013年って結構前ですもんね。結構前です。だから5年とか、実際に Google が、Google ってそのロボットがで、それでインターネット上のサイトをこうクロールして行って、で検索エンジンにこうアップしたりって言った時に、全部やってたら1兆を超えたんですよ。あ、そのそこで見つけたやつ、見つけた数が。で1兆超えたぐらいでちょっとこれアカンちゃうかったら一回止めたらしいんですけどなんで止めたんですか？アカンちゃう、サーバー的な、あ、多すぎると、ですから、はいはいはい、で止める、それぐらい今多いんですよ。で今インターネット、まあ、マーケティング、そのネット集客を、まあ、したいっていう方も非常に多いじゃないですか。もちろん僕らのお客さんもいっぱいいらっしゃいますし、でもほとんどの人ってそれだけ数があるってと知らないんですよね、うん、多分これは。でいくと実はその背景を踏まえて、これからなんかいろんな、まあ、
ページ作るなりやっていくのはいけないですよっていうそのまずその現実の数字をほとんど知らなかったんですよ。でまあそこであこれちょっと自分でやろうとしてることをもう少し考えなあかんやばいなと。やばいな。多分一兆って言ったら人間の数とかより多いですよね。人間の数多分ね多いですね、はい、ってことはやっぱりこう世界中でね一、はい、人を発見するっていうのと、はい、ウェブサイト一つ発見するっていうのまあそれよりもウェブサイト1個発見される方が難しいってことですよね。そうです、そうです。おっしゃるとおりで。そうですね。そう、まずその背景がすごい、普通知らないので、で、そのことを話した上で、まあ、その商品になってくるじゃないですか。見たところ、ウェブサイト、ウェブページ作って商品を売りますと、はい、言ったときに、今やその1兆ページある中に、あなたのそのセールスレターを書いて出すんですよ、うん、っていうことですよね。なると、まず正直な話、商品自体がすごい独自性を持つって結構レアケースだと思うんですよね。でそれでそこから戦いに行くと、これってすごい難しくないですか。一丁の中に飛び込んでいくと。そう、一丁の爆流の中に飛び込んでいくと。まあスーパーだったらすごい分かりやすいと思うんですけども、ケチャップ一つにしてもたくさんあるじゃないですか、はいはいはい、でもそれがもうずわーってもう店中あるわけですよ、うん、その中で一人のお客さんに対して買って買って買ってっていうことをしている、それが今のインターネットマーケティング現状ですよ、うん、っていうことをお話しさせていただいたんです。なるほどなるほど。で、これが休憩時間中にそんなに多いと知らなかったですってわざわざ言ってくるぐらいですよね、はい、でそこでじゃあ改めてどうしなきゃいけないのかっていうことをセミナーで結構話をさせていただいたんですよ、うん、ただ結構いろいろそれはあるじゃないですか、はいはい、もちろん広告頑張るっていうのももちろん、うん、そうだし、センスレーターのセンスライティング頑張るっていうのももちろんそうなんですけど、今回その僕らの中で、僕らもザ・レスポンス、ライト出版全体としては結構こう、ずっと続けてきたというか、僕はそのブログの情報発信を結構やってるじゃないですか、はいはいはい、結構あれがキーになってるんだよってことをセミナーでお話させていただいたんですよ。これなんでその話したかっていうと、結構海外でそれがなんか一つの大きな流れになってきてるっていうのが分かったんですね。どこだったっけな、結構そのブログとかその、その情報発信系を統括するその、システムっていう会社があるんですか。あ、はいはいはい、その簡単にブログが投稿できるようになるっていうそのプラットフォームというか。そうです、そうです、そういうことですね。それをやってる会社さんが結構そのメディアを作る、情報発信をして、そういう自分だけ の, その発信サイトを作りましょうってことを提唱してるんですね。それが結構大きなそのトレンドになってきてるんですってことを話をさせていただきました。結構いっぱいこうなんていうか、一兆とか増えてきて、はい、その中でいかに目立つかっていうのが、結構昔よりも完全に難しくなってきてると。でその一つの方法としてやっぱり自分のメディアを持つっていうのがいいと。そうです、そうです、いうことですね。その会社さん の, 伝え方がすごい面白くて、ほうほうほう、商品選ばれるんだったら基本的には独自なものじゃないと選ばれないじゃないですか。はいはい、他の周りと一緒だったら、価格安いの選ぶじゃないですか。で、隣のサイトで買っても一緒やしって言ったら別にね、埋もれてしまいます、ね、埋もれてしまうじゃないですか。って考えると、普通 の, その商品に差別するのは難しいと。ただこれからの時代はコンテンツなんて差別化するんだよと言ってるんですよ。その自分が出している情報発信とか、情報発信とかそういったものが積み重なることで、実はその会社とかその商品自体の独自性が出てくるんだと、うんうん、そこからあなたから買いたいみたいな人が増えると、うんうん、そういう情報発信みたいなものをやること、やり続けることが差別化にもつながりますよってことを、私はセミナーの結構終盤ぐらいかな、結構時間もおっしゃったんですけど、うんうん、話をしさせていただいて、で結構これがね、ほとんどの人がそれぐらい重要だったんやっていうのが、腑に落とせたみたいなんですね。なんかこう腹落ちで、言葉では聞いたことあったけど、そうです、ね、やっぱり重要やなっていうふうなことを改めて強く感じた、改めて強く感じていただいて、そこが結構良かったっていうのがありました。僕としては違う場所かなと思ってたんですけど、別のこと考えてたのにそこが良かったみたいな話になったんですよね。なるほど。僕は本当はもう少しここの部分がいいっていうふうに言われるかなと思ったら、その振り寄せたところが一番良かった。狙いと違った。残念、そこは残念。まあいいかと。一番力を入れたところが全然みんな心に残ってなかったんですよ。まあこれはテストですね。はい、重要。まさしくですよ。そうです、ダメだったそこは引っ込めてこっちをもっと無事しようかと。
まあ一応その場所ではまあ狙い通りだったんですって言いましたけど、バシッと嘘ついて、バシッとそれは狙い通りだったんですよ。そこを僕は一番伝えたかったんですよって言ったんですけど、バシッと嘘ついて、まあ、まあまあそれは無理でした。で一人で後で酒飲みながらあれみたいな、おかしいなここやったらなと思う。まあテストだったらすごい重要だったっていう。でもまあその商品で差別化できひんっていうのは結構ね、いろんな業界でも起きてて、はい、なんか困ってる人結構多いですよね。多いと思いますね。ね、まあ、生体さんもそうですね。ああ、僕、あ、なるほど。うん、生体さんで例えば、まあ、昔やったらね、その証券の中で、まあ、その委員、ないしは、まあ、一つ二つみたいな。ね、今日置いても二人、自分どうでもう一個かなぐらいやったっていうことですね。うん、でもそれが今や、まあ、その証券の中に、まあ、10件とかあったりだとか、10件おっしゃる、大きいところでそれぐらいありますね。へえ、歯科医なんかもっとすごくて、あ、はいはいはい、歯科医はもうコンビニより多いって言われてますからね。うん、まあ、それぐらいこう そういう業種でもそうなっちゃってるんですけど、似てますよね。ウェブページが増えてきてるのと、そういうね、店が競合が増えてきてるっていう状況がね、全然似てると思うので、そういった意味ではこういう差別化の仕方っていうのも一つ取り入れておく必要があるんじゃないかなっていうのは、まあ、皆さんにも気づいていただけたので、うん、そこがすごい、まあ、僕としては伝えたいことが伝わってるかなと思っています。そうですね、やっぱりこういかに差別化するかというのが競争をね、こう競合がいっぱい出てくる、競争が激しくなってきた時には、なんか整体師の方とかも、はい、多分昔はなんか自分とこしかやってんってなったら、整体院ってちょっと怪しいなみたいなね、そういう別の問題がね、はい、お医者さんの方がいいんちゃうかみたいな別の問題があって、うん、そこはクリアして、うん、もう普通になってきたら、うん、違う問題としてやっぱり競合が増えてくるという問題になってね、ちょっと違う対応がね、昔は差別化よりも、いや、ちゃんと聞くから、ちゃんと大丈夫ですからみたいなのをちゃんと信じてもらうのが重要やったところに、いっぱい競合が出てきて、はい、次はあそことは違って、うん、うちはこういうふうな専門ですとかね、この自分はこういうふうな思いでやってるかどうのこうのとかね、いかに差別化していくのかっていうので、そういうふうに課題がこうシフトしてきてるところが結構多くあると思うので、ね、そうです、今までの成功パターンがこの使えなくなるっていう、ね、ことになってるところがもしかしたら結構増えてきてるのかもしれないですね。結構多いと聞きますね、それは。だから結構そういうところ、なんか今までうまくいってたのにダメになっちゃったから、うんうんうん、結構その、まあ、先生ライティングとか、まあ大丈夫です、まあ、改めて学びに来るって方は結構、まあ、僕がそのセミナーやってる限りは多い感じがしますね。うん、結構昔からやってますみたいな方がこっち来られるみたいな。と、うん、いうことはやっぱりそういうふうになんか自分が今までうまくいってた成功パターンがちょっと 思ったようにいかへんなってきたなと思ったら、もしかしたら競合が増えてるとか、そうですね、状況が変わってるかもしれないんで、その時競合をちょっと調査してもらって、どういうふうに違い出すかっていうのをやってもらうのも一つですけど、このメディアもって、うん、自分がこういう人ですよっていう風なのやって、商品じゃなくて、うん、その売ってる人というか、はい、ね、生態者で、ね、自分でやるんで、まあ、商品、担当商品みたいなもんですけど、まあ、そういうようなところで人で差別化していくっていうね、うん、ところでやっていくのがね、もしかしたら結構キーになることが多いんじゃないかなっていうとですね、うん、まあでもそのメディアを持ってしまったらね、そのメディアの人から買いたいっていう風に思うのがね、普通だと思うので、そう、なんか、なんかね、知り合いみたいな感じじゃないですか。ああ、そうですね。そのね、その人のことを知って、知り合いから、なんていうんですかね、この、スーパーで、なんか、石鹸かなんかわかんないですけど、なんか売ってても、別にいらんわと思うんですけど、はい、友達から、これいいよって言ったら、じゃあそれ買うわって、ああ、なるっていう、そういう感じですよ。そうです、そうです。それでいくと、結構似てる、まあ、似てる事例でいくと、例えば、まあ、一個僕らでよく聞く事例でいくと、コンサルタントの方なんかは、こういうもので、まあ、その自分のメディア作って情報発信し続けることで単価を上げられたとか、うんうん、まあ、まさにその自分のメディア番組もね、まあ、ある方は Facebook からで受注もらったっていう方もいらっしゃって、うん、でそういう人、そういうところから来る方ってお客さんはすごい自分のこと分かってくれてるんですよ、はいはいはい、だから変なお客さんがいないみたいな、嫌いな人が来ない、もともと合わへんなと思う人は申し込んでも来ないってことですよね。そうです、大体こう伝えてるんで、あと2つ、今ね、日本語の教師をしてる方がいらっしゃるんですよ。日本語の教師、あ、外国人、今日本にいる外国人の方に、そういう日本語を教えるっていう講師もいらっしゃるんですけど、まあ、まだその方やり始めなんですけど、もともとその単価が1万円ぐらいだったかな、1万円ぐらいだったの、何が違うんですか、1日、
レッスンが1日1万円ぐらいかな、はい、でそれがあ、まあ、1日の忘れましたけど、それが5万円だったとか。おお、結構上がりましたね。なんかだんだんそれでこう、まあ、もちろん1万円だんだんどころじゃないですよ5倍ですか、まあ、いきなり、まあ、10万、20万、それはもういいですけど、それがちょっとずつこう上がっていく、うん、そうすると自分がブランあのこう有名人になって上げられると思いますし、まあ、これことをその個人を仕事にしてる、個人で仕事される方なんですけど、うんうん、例えばあの美容室あるじゃないですか、はいはい、美容室であの、まあ、その会社、多分会社でメディアとかね、その会社メディアっていうところでいくと、うんうん、あのその美容師さんがあのおすすめする商品ってあるんですよ。あ、はいはいはい、あのまあもちろんその商品を売る中でその、まあ、この美容師さんがおすすめの、まあ、例えばトリートメントでやると、うん、あのすごい売れるんですって。で話聞いて、あのあその話聞いて驚いたのは、その会社がその商品を売る、まあ、率、あの、まあ、その売上構成品のところは確かね、業界水準の5倍ぐらいあるらしいんですよ。そのついでがいいじゃないですけど、ね、そのものをそうそうそう、いわゆる髪の毛切るんじゃなくて、こうアイテム買ってもらう商品のやつの売り上げが5倍あると。そうです、業界水準の5倍。すごいな、すごい。だからそれ聞いて、結構いろんな不可要素っていうかな、あのメリットがあるなっていうのはすごい、まあ、いろんな方が聞話を聞くたびに学びになりますね。うん、そうか。美容師さんとかもやっぱりそのあそこも結構めちゃくちゃ多い業界じゃないですか。そうですね。なんでやっぱりそういうところであればあるほど、やっぱり自分を出していくとか人を出していってやっていくというのがやっぱり重要なことですね。そうですね。中小企業さんやったら社長が出るとかね、そうですね。うちやったらいろんな人出るね、そういうふうなのをやっていかれると、まあ、あの人は好きやけどこの人嫌いとかね。そうです。だからあの人が勧めて高くてこの人勧めたら可愛いとか、いろいろ出てくるかもしれないですけど、それでもやらへんよりは全然いい。全然いいし、まあ、あと一丁ページですから。まあそうですね、一丁ページある中で自分が欲しいものとか自分が欲しい情報を探すのは難しいじゃないですか。その時にすごい親しい人というか、あの見てる人からこれいいよと勧められた方が、まあ、安心もするし。そうですよね。なんかこう、まあ、諦められるじゃないですか、他のも。そうですね。まあ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 って言ってね。そうですね。まあまあそれあかんかったら、まあやっぱりこの人との勧める商品がまあ合わへんのかなと思って、まあ去るということもあるし、うん、もうあめっちゃいいやんってなったらどん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 ね、うん、買ってくれるってなったら、その売ってる方もいいですし、買ってる方もね、こういろんな自分で何がいいかなってやるよりは勧めてもらった方がね、そうです、明らかに時間短縮になるんで、そうです、いいですよ。専門知識持ってられないですからね。そうなんです、そうなんです、無理ですよ。ですよね。だからそこをやっぱりみんなこう判断するのもしんどいですし、情報収集もしんどいんで、あの時間短縮のためにそういうふうなのを求められてきてるっていうのね、うん、情報もやっぱりね、スマホとかもね、あるのもういいと。答えて教えてくれみたいな感じはあるかもしれないね。そうですね。その辺のところをついていくといいんじゃないかというところですね。はい、おっしゃる通りです。はい。なのでバリバリこうね、真面目な内容になりました。すごい真面目な内容になりましたね。僕はセミナーした、そこへというのがあるかもしれないですけど、まあそうですね。でもまあそのね、セミナーで一番メインここやなと思ったとか違うときに、あの、いや、あそこは良かったですっていうときにバシッと嘘ついたっていうのね。あれは良かったですよ。バシッと嘘ついてたっていうね。僕はその狙い通りです。狙い通りです。バシッと嘘ついたってのはいいですね。はい、家が出ましたね。はい、ありがとうございます。では、まあ、今年はこれぐらいということで、はい、ご視聴いただきます。ということで終わりになります。ありがとうございました。ありがとうございます。